INZM のハイパーバンドライブが最高すぎたので、その魅力を徹底解説。興奮と感動が蘇る炎ライブの感想を語り尽くします。今回のライブでは、特に翔くんのサングラス姿が話題となりました。INZM のハイパーバンドライブは、音楽とパフォーマンスが一体となり、観客を圧倒する力を持つ瞬間を提供しています。特にショ君、翔くん、岸くん、 神くんという三人が織りなすステージは、そのエネルギーと息の合った連携で、多くのファンを感動の渦に巻き込みます。ライブの一瞬一瞬が、ファンにとっては特別な記憶となり、その中でも、音楽やダンス、そしてバンドとのコラボレーションによって生まれる一体感が、彼らのパフォーマンスをさらに際立たせています。今回のライブでは、特に翔くんのサングラス姿が話題となりました。 普段からサングラスをつけていることが多い彼ですが、その外す瞬間に観客が息を飲むというのは、もはや彼の定番とも言える演出です。しかし、その瞬間の期待感と、それを超えるカリスマ性は何度見ても新鮮です。ファンは常に、次はどうなるのか、と期待し、彼の一挙一動に注目しています。そして、その期待を裏切らず、むしろ超えてくるところに、 ののパフォーマーマとしての才能が光りま,すまた、ライブでは、岸君のカメラワークに合わせた絶妙なカメラ目線が印象的でした。彼の目線がカメラを捉える瞬間、その魅力が画面を通じて観客に直接届きます。彼の表情や動きに、ファンは心を奪われ、リピートして何度もその瞬間を楽しむことでしょう。岸君の持つ自然体の魅力と、緻密なパフォーマンスの融合が、 ライブ全体に独特の雰囲気を与えています。一方で、神君のメガネ姿も注目を集めました。普段はクールな印象を持つ彼ですが、メガネをかけることでさらに知的で洗練された印象を与え、ファンの心を引きつけます。特に今回のライブでは、神君のメガネ姿が彼のセクシーさを一層引き立て、ライブ全体に新しいアクセントを加えました。また、彼のラップの瞬間には、 バンドがギターを弾きながら盛り上げる場面があり、そのダイナミックな演出がファンにとってもたまらないものでした。ライブは、3人がバンドと共に自由に演奏し、楽しむ姿が随所に見られました。特に、曲の途中で3人が顔を見合わせて微笑むシーンや、息を合わせて激しいダンスを披露するシーンは、ファンにとって特別な瞬間となりました。これらの瞬間は、彼らの友情とチームワークの強さを感じさせ、 ファンとの間に深い絆を作り上げます。また、バンドバージョンでのパフォーマンスは、通常のダンスパフォーマンスとは異なる魅力を引き出しました。ライブでは、通常の振り付けに加え、バンドの音楽に合わせた即興的な動きが多く見られ、観客を飽きさせることなく、常に新しい刺激を提供しました。バンドとのコラボレーションによって、音楽がより生き生きとし、ライブ全体が一体となる瞬間が生まれました。 ファンはこのバンドバージョンのパフォーマンスに特別な感動を覚え、そのエネルギーに引き込まれていきます。翔くんの「日という一言も、ファンの間で話題になりました。シンプルな一言が、彼のユーモアや親しみやすさを感じさせ、ライブの緊張感を和らげる効果を持っています。このような瞬間があることで、彼らのステージは単なるパフォーマンスではなく、観客と心を通わせる場となり、より感動的なものとなります。 今回のライブでは、フルバージョンで披露された楽曲もファンにとって嬉しいサプライズでした。特に最後の激しいダンスパートが追加されたバージョンは、ライブのクライマックスを飾るにふさわしいものでした。これまでのパフォーマンスを超える力強さと美しさがあり、ファンはそのエネルギーに圧倒され、何度もリピートしてその瞬間を味わいたくなるような内容でした。ライブ全体を通じて感じられたのは、 3人がステージ上で本当に楽しんでいるということです。彼らの笑顔や楽しんでいる姿は、そのままファンに伝わり、ライブ会場全体が一体となる瞬間を作り出しました。彼らが音楽を愛し、ファンと一緒にその瞬間を楽しんでいる姿が、何よりもライブの成功を象徴しています。特に、岸くんがギタリストと絡むシーンや、神んがファンをあおる場面など、 個々のキャラクターがが際立つ瞬間が多く見られましたこれにより、ファンはそれぞれのメンバーの魅力を最大限に感じることができ、ライブの興奮がさらに高まります。そして、ファンにとっては、ただパフォーマンスを見るだけでなく、その瞬間に感じた感情を共有し、仲間と一緒に楽しむことも重要です。SNS では、ライブの感想や興奮がリアルタイムで飛び交い、ファン同士の絆も深まります。 ライブ終了後も、彼らのパフォーマンスに対する感謝の言葉や感動の声があふれ、次回のライブへの期待が膨らんでいきます。結局のところ、INZM のライブは、単なる音楽の披露ではなく、観客との対話であり、共感の場です。彼らがステージ上で表現するエネルギーと感情は、観客に直接伝わり、それがまた彼らに返ってくるという、双方向のコミュニケーションが成り立っています。 このような関係性があるからこそ、INZM のライブは特別なものとなり、ファンにとっても忘れられない体験となるのです。ライブが終わった後でも、その余韻は長く続きます。ファンはその瞬間を何度も振り返り、映像や音楽をリピートして楽しみます。また、次のライブやイベントへの期待が高まり、彼らの活動が続く限り、ファンとの絆も深まり続けるでしょう。 INZM の3人がこれからもどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、ファンはそのすべてを楽しみにしています。BNA のイ。Continue。ChatGPT へのイ。ChatGPT。ライブの余韻が冷めやらぬ中で、ファンたちは SNS やファンフォーラムでその感動を共有し続けます。それぞれが異なる視点から同じ瞬間を振り返り、気づかなかったディテールやメンバーの仕草に注目することで、 新たな感動を発見すするので翔くんがサングラスを外す瞬間、岸くんがギタリストと息を合わせてパフォーマンスする場面、神くんのメガネ姿のセクシーさとその一挙手一投足、それぞれがその瞬間に個別の意味を乱し、ファン同士で意見を交換することで、その体験がさらに深く、豊かなものになっていきます。また、ライブの一環として披露された新曲や特別なアレンジも、 ファンにとっては貴重な体験です。普段はスタジオレコーディングで聴く楽曲が、ライブならではの即興的なアレンジやバンドとのコラボレーションによって新たな生命を吹き込まれる瞬間は、音楽が持つ本来の力を思い出させてくれます。彼らがその場で感じ取るエネルギーや、バンドメンバーとの即興的なやりとりは、音楽に新しい層を加え、観客を巻き込んでいくのです。特に INZM のライブでは、 ファンはその一体感を求めて何度も足を運び、ライブごとに違う表情を見せる彼らの音楽に魅了され続けています。このようなライブの魅力は、単なるエンターテイメントを超えたものであり、彼らがファンと一緒に成長し続ける姿勢を示していると言えます。翔君、ん、岸君、神くんの3人は、それぞれが個性的な魅力を持ちながらも、チームとしての連携が素晴らしく、 ライブを通じてそのシナジーが最大限に発揮される瞬間を見せてくれます。彼らは常に新しい挑戦をし続け、その結果がファンにとって驚きと感動を提供し続けているのです。例えば、今回のハイパーバンドライブでは、バンドとのコラボレーションが特に強調されていました。通常のパフォーマンスと異なり、楽器の生演奏と彼らのダンスが融合する瞬間は、観客にとって新鮮であり、特別な体験となりました。 楽曲に合わせたダンスの振り付けだけでなく、音楽に身を任せて自由に動く彼らの姿は、ライブならではの魅力を存分に発揮しており、バンドとの一体感が強調される場面では、音楽の持つ本来の力が感じられました。こうしたライブ体験は、ファンにとって単なるパフォーマンス以上の価値を持ちます。ライブが終わった後も、SNS やファンコミュニティでその瞬間を振り返り、感動を共有し続けることで、 ライブの記憶はさらに深まり、次のライブへの期待感が膨らんでいきます。INZM のライブは、一度限りの体験ではなく、何度も反省し、新たな感動を見つけることができる、いわば無限に楽しめるものなのです。ライブの後日、ファンの間で話題になるのは、彼らのビジュアルだけでなく、その日の気分やエネルギーがどうステージに表現されていたかという点です。例えば、 翔くんの前髪ありのヘアスタイルやウェットな髪型は、その日の雰囲気を象徴するものであり、ファンにとっては彼の感情やパフォーマンスのモードを読み取る重要な要素です。同じように、岸士くんや神くんのスタイリングや表情も、その日のパフォーマンスを特別なものにしています。彼らの外見が持つ影響力は、ファンがライブ体験をより深く感じ取る一因となっているのです。そして、ファンが特に熱狂的に語るのは、 ライブ中に彼らが見せる即興的なやり取り取です例えば、メンバー同士がアイコンタクトを取りながら笑ったり、予想外の瞬間に踊り出したりする場面は、ファンにとって最も親密で感動的な瞬間です。これは、彼らがプロフェッショナルでありながらも、自然体でステージを楽しんでいることを示しており、その姿勢がファンとの絆をさらに強固にしています。ファンにとって、ライブとは単にその瞬間を楽しむだけでなく、 そこで得た感動を次のライブやリリースへとつなげることが重要です。今回のライブで得たインスピレーションは、彼らがこれからもどのような音楽を生み出し、どのようなパフォーマンスを見せてくれるのかという期待感を高めるものでした。そして、それに応えるように、INZM の3人は常に進化し続けています。彼らは一つのスタイルに固執することなく、新しい挑戦を恐れず、 音楽とパフォーマンスのの限界を押し広げていくのです。この進化の過程こそが INZM が持つ最大の魅力であり、ファンが彼らを追い続ける理由です。彼らのライブは、常に新しい発見と感動を提供し続け、その瞬間瞬間がファンにとっては特別な意味を持ちます。そして、そのライブ体験がファンの間で共有されることで、彼らの音楽とパフォーマンスの影響力はさらに広がっていくのです。 INZM の未来はまだまだ広がっており、ファンはその旅路を一緒に歩んでいくことでしょう。彼らがどのように進化し、次にどんなサプライズを用意してくれるのか。ライブが終わるたびにその期待は膨らみ、次のステージを待ち望むファンの声がますます高まっていきます。そして、その期待に依頼、さらなる感動を届ける INZM の姿が、今後も私たちを魅了し続けることは間違いありません。